何描いた？その日に捕まえたぬかりを描いたんです、うん、その日ここら辺に土とか落ち葉とか石描いてそこにダンゴムシとかね、ダンゴムシとか描いてみました、ね、会場に着いた途端すぐね、肩で捕まえた捕まえたね捕まえたぬかりです、うん、青ずむかりかな、うん、捕まえて描きました。ここら辺も入賞した人、ね、僕の学校には3人入賞してる人ですね。これ、ここ、うん、タロちゃんとこっちと、ここ、こっちは何年生？こっちは5年生。こっちは5年生、タロちゃんは3年生。そっちは4年生。だから、それがいっぱい。だから、3、4、うん、3、4、ママ、これが一番好き。5、うん、上手やね。ね、みんな上手やね。ママここ好きなのはね、一等賞、二等賞じゃなくて、みんなそれぞれ違う賞をもらってるね。妹も書いたので、その妹も見てもらいました。そう、ジジのもめちゃくちゃ上手やった。のジジのめっちゃ色合いもすごい可愛く明るくてね。なんですけど一番下の列に、ちょっとだけミスしたな。ちょっと一番下の列に来てしまいましたね。ほら、これ、僕の足ですよ。ジジのめっちゃ上手だったのにな。ジジのめちゃくちゃ上手だと思うけど。ジジのここら辺の入賞した子たちのより上手やと思うけど、これめちゃくちゃやん。それ年長やから。これも1年生。ちょっと待って、これも1年生よ。1年生同じやけど、ジジの方がずいぶんうまいよ。1年生、ジジの1年生がずいぶんこれよりうまいよ。この2年生よりもうまいと思う。この2年生よりうまい。お前この2年生よりうまい。ジジはうまかったのに。なんか変なカマキリだね。これ全部黒松山桃賞ね、木蓮賞、競技会賞、一番上の列の賞ですね。一番上の賞。ヨウェブ大賞。何もらえるんだろう。いや残念やね。ジジの本当に上手やったからね。いや去年のリベンジですね。去年のリベンジしました。実は去年も来てたんですよね。真面目に書いてなかったや。遊んでましたからね。これジジのめちゃくちゃうまいの。ちょっとミスしたんやけどね。あとあのボートあのヨット浮いてるもん。浮いてるし、これなんで足出してるの、このボートが浮いてるよ。浮いてる。海面の上に浮いてる。だからママ言ったでしょ、半分以上は海の中に埋めないとあかんから。ここも1年生。ここら辺も1年生。あ、ここら辺全部1年生や。ここら辺2年生。ここら辺は2年生、3年生とか。はい。今これこれ
来週の日曜日は表彰式。はい、来年は頑張るの。今年の反省点は、もう